山亮と申します。さあね、今日はね、どういう動画を撮ったかちょっと部屋取りでやってるわけでございますけどね、収益大公開ということで、ついにニコニコ動画さんのね、収益が入ってきましたよということでね、その収益を大公開しましょうということなんですけど、このね、サムネイル、タイトル見てもらったら分かると思いますけど、10円ってなってますよね。20円。どういうこと？どういうこと？ということなんですけど、当然、からくりはあります。からくりはありますけど、実際に入ってきた、そのお金というかね、ポイントがね、10ポイント、10円分っていう、ことだったんで、それで動画を、初給料ね、まあ言うなれば初給料ですよね。が10円だったんで、どういうことかというと、まあ、当然からくりがあるんで、落ちはあります。落ちはありますんでね、そのあたりとかもちょっとね、ニコニコさんの方のその収益のプログラムのね、ちょっと軽く説明なんかもね、加えながらやっていけたらなと思ってますんでね、よろしくお願いいたします。まあ、ざっくりとね、どんどん説明の方していこうと思いますけどね、今回ね、入ってきたのは7月の1日にね、入ってきた分でございまして、このあたりもね、ちょっと YouTube さんとはちょっと勝手が違うと思います。YouTube の方から収益化プラグでも自分がなってないんで、詳しくはわからないですけど、ただから YouTube さんの方は、日ごとに入ってくるのかな、その、毎日、その収益プログラム、今日は何円分の稼ぎありましたみたいなのがあって、それで、確か最低金額が8000円からだったかな、なると、現金として引き落としができますよ、振り込みがね、されますっていうような、形になってるはずなんですよ。で、対して実は、ニコニコ動画さんの方っていうのは、ちょっとシステムが違って、どっちかというと皆さんのお給料に近い感じって言ったらいいのかな、受託制で働いたことがある、受託制で働いたことがある人ならピンときやすいと思うんですけど、その時にね、働いたその、ね、成果報酬分のね、お仕事に対して、それを計算してね、はい、じゃあこんだけ振り込みますみたいな形なんですけど、まあ、それなんですよね、形としては。ですので、ちょっとお給料制に近い形で、月末に、そのまでに、その、月末締めなんですよね。その、給料の締め日でいう感じで言うと。で、月末に、までに働いた分、1ヶ月をちょうど増え、1日から30日までだったら30日までの分の30日分が、翌々月の1日支払いっていう形になってます。リアルタイムにピュピュピュって入ってくるんじゃなくて、先月分のやつを計算して、それで、翌々月ですね、ですから、の1日に払われますよということなんですよ。で、ここで大事なのが、7月の1日に支払われた分ということなので、これ、5月30日までの分、5月1日から30日までの5月分のやつが今回入ってきたということなんですね。で、うちのところ、ニコニコ動画の方でね、見ていただいている方はね、パッと履歴見てもらってわかると思うんですけど、基本的には2022年の6月から、本格投稿の再開を始めて、ドカッとね、コンテンツを増やしてやってますよ、ということなんですよね。その兼ね合いで、5月分っていうのは、それまでに上げとった古い動画のやつ、あとはプロモーションビデオとかを先行してね、YouTube の方に導入、導入してもらうのにっていうので、プロモーションビデオは一般時代の時からちょっと公開を、しておった、ところがあったんで、その動画が今回プレミア会員登録した兼ね合いで、そのプレグレーダー推奨プログラムの方に入ったんで、ちょっと5月に再生されとったのが、今回入ってきましたよっていうことなんで、こんな、ミニマムにつくね、10ポイントっていう、形になってますっていうことなんですね。まあ、これがからくりです。ですので、結構ラグがあるんですね。7月の1日にその5月分って形なんで、で、次の8月のところで初めて6月分の、まあちょっとここからまとまった金、ポイントが入ってくるんじゃないかなということでございます。で、実際に、画像はずっと多分出してあるのかな、ここのところに。こんな感じで実際にその画面があるんですけど、横に貼っときますね。うん、横にこっちに貼っときますね。こんな感じで、金額のね、画像があると思うんですけど、まあ、こんな感じで実際に10点というふうに入ってきますという形ですね。で、クリエイター推奨プログラムということで、まあ、こんな感じで、ね、いろいろその入り方とかも明確に、書いてあるので、この辺りを再考してもらって、どうやってね、その増やしていくかとかっていうのをね、戦略を、おのおのクリエイターさんで練ってもらったらいいんじゃないかなと思います。新規でね、特に入っていただける方がね、いらっしゃったらね、ぜひね、ニコニコ動画の方もね、どっちかというと絶対ですね、
増やしてね、コンテンツとして盛り上げていきたいなというところもありますんでね、まあわかりません、あのニコニコ動画さん的にはあんまりどかどかと入ってきてもらっても、こんなね変なのが入ってきてね、サーバーのね負担だけねかけてきてね、ろくでもね動画ばっかし上げやがってねっていうね、またのもいますからね、そんなのが増えられても困るわっていうね、つくつくつくと刺さるところがありますけどね、そういった、ことあるかもしれませんが、まあ基本的にはね、やっぱコンテンツが増えた方のがね再生数とかも増えて、規模はね、そのやっぱシェアとしても大きくなってくるところはありますからね、っていうのにうちもあやかりたいなというところでございますからね、ということでございますね、ですので、まあ、10ポイントとなったんですが、これ5月分なんでということです。6月以降はちょっと、早速もうちょっと増えるんじゃないかなという予想はしてますけどね、まあ、ですので、これはね、また8月以降でね、そのあたりは、報告動画みたいな形で上げれたらなと思っております。で、実際にはね、その、クリエイター画面ね、これちょっと画像でキャプターしたのパッと貼ってみますけど、まあ、実際にちょっと見てみたらいいかってことでね、ちょっと見てみましょうか。さあ、ということでニコニコのね、収益プログラムのところの画面に、やってきましたよ。すいません、ね、夜中の3時近くにでね、ちょっとボソボソ声でね、申し訳ないんですけどね、この時間しかもう撮る時間がなかったもんでね、で、ニコニコモンズってなってますけど、これね、画面で言うと、ニコニコのところ、動画とかの画面がありますけど、こんな感じで、いろいろあるんですけど、ニコニコさんは、その、YouTube と大きく違うの、YouTube は YouTube スタジオっていう、スタジオの画面があって、そこで動画編集、アナリティクスとかも全部見入れて、で、なんだろうだっけ。収益化のね、やつとかもそこで見れて、本日はこれだけの再生で、これぐらい収益になりましたよみたいな方、なんか見る感があるらしいんですね。うちもね、ボタンはあるんですよ。押したところでね、試しに押してみますってね、こんな感じの、ところ、画面がありまして、このところ、ちなみにこれね、この、再生ランキングね、これ今10本中2位になってますけど、これが10本中10位だとね、落ち込む。これはもうクリエイターあるある。YouTuber さんが絶対ありますね。ここのね、トップ画面に出てくるんですね。これがね、3ってなったらね、めちゃくちゃ、131意外ときますね。やっぱね、ショーツはね、なんか、ポンと上がるとき上がりますね。っていうことなんで、まあ、こんな感じで、ちょっとショートもね、効果的に使ってきながらとかいう話じゃない。で、ここの、そのアナリティクスとかいろいろと、まあ、うちのところ、ね、こんな感じでだと、これあれか、ショートがちょっと伸びた時に割っていってますけど、最近ちょっとうちのところ、落ち目な数字なんでね、非常に減ってます。まあ、前までね、その、1万再生ぐらいはね、行きますよっていうような、ね、感じでやってましたけど、今ね、ちょっともう落ちちゃってるんでね、お箱もさらにお箱になってるんであれなんですけど、こんな感じでずっと行ってますっていう形でございますね。で、大事なのはこの横のところね、ここに収益受け取りっていうところがあって、ここのところでは編集とかそういった、編集っていうかね、その、いろいろ動画の管理をする画面のところに、こんな感じであったりしますってことですね。再生時間はね、皆さんのおかげでね、ありがたいことで結構いっとって、もう4分の3以上いってるんですけどね、まあ、登録者数もね、全然いってないで、まだまだちょっと先は遠いかな、という感じでございますけどね。まあ、こんな感じで一眼で見れるんですけど、ニコニコさんの場合は、動画投稿の管理画面っていうのはこんな感じで、動画ガレージがあるんですけど、これとはね、全然別で、ニコニコの、コモンズっていうところがあります。このニコニコのコモンズっていうところに行くと、クリエイター推奨プログラムっていうのが見れます。なんや、若い人ってめんどくさいなっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これはね、YouTube がもう動画のやつがイコールその収益になりますよって感じで、管理されているのに対して、ニコニコさんの場合は他にもね、ここにも、作品日がみたいなのでありますけど、画像、音声とかね、あと、動画が出てますけど、要は、他のね、いろんなその漫画とかイラストとか書いたりしたよねとか、他にもね、いろいろとコンテンツにわーっとありますけど、こういったね、コンテンツのところ、ね、セーラーとかこういったようなとか生放送、まあ生放送は YouTube にも入ってきますけど、それぞれがね、分かれて、になってます。それぞれのところが一元化されて全部収益化できますよという形をとってるんで、その収益化は全部ニコニコのこのところでまとめてますっていう形でですね、そこは YouTube の大きな違いですね。ですから、なんていうのいいのかな、YouTube の収益とかも全部 Google のアカウントで、あの Bing とかあの辺りとか使うと、実は収益化とかもできたりとかあるんですよね。広告で、その広告
アフィリエイトで稼いだりとかっていうのが実は Google のサービスとしてはあるんですけど、そこも全部 YouTube も一体して Google のアカウントで見れますよみたいにしてやるような感じのイメージって言ったらいいのかな。実際は YouTube は YouTube でその広告のアフィリエイトとかは、ブログのその広告収入とかは別でっていうような感じに Google さんの方になってますけど、ニコニコの方は全部一元になってるんで、逆に言うとここから分かれてるけど、逆に言うと他にいろいろとね、創作活動全般的にやりたい人は、一元でね、その収益化の、ポイントの管理ができるんで、これはこれで非常に便利、まあそということですね。それぞれの味があるということですね。でここの、クリエイター推奨プログラム、ここのところを押すとね、それのやつが出てきますってことですね。で、見てみると確かに所持数が10ポイントとなってますね。10ポイントなんですけど、これはその言うとった5月分のところ、この推奨スコアのところ見てもいいかな。こんな感じで書いてありますね。2012年5月分が7月に入ってきましたよっていうことなんで、こういったふうな額になってます。で、ちなみに10ポイントしか入ってないけど、YouTube の場合だと8000円かで、確か買えるんですけど、実はこれ1ポイントから交換できます。YouTube の場合ね。Amazon ギフト券とかは全部1ポイントからね、1点以上から、追加ができますし、ニコニコも、130% 還元でね、ですから10ポイント全部買えて13ポイントにするっていうこともできます。ニコニコではニコニコのところのコンテンツとか やってるんですよ。その代わり還元率が、ね、で使えるようになってたんですけど、その分還元率は高いですよ。30% 増しでね、来ますので、ね、ありがたいですよね。とかっていうのがあったりします。で、現金に変えるにはもうちょっと資金が高くなって、ポイントが1000点以上からね、交換が可能というふうになってます。まあ、でも1000点、8000円ですね。YouTube の方が8000のはずなんで、って考えると結構、ありがたいですね。1000円から変えてるのはありがたいですよねっていうことでございます。で、まあそれぞれね、収益を得たりよとかで、機材買ったりしたい人は現金の交換がいいですし、このね、コンテンツとかで使いたい人でしたら 130% 増しでね、還元率 130% になってるので、ね、非常にありがたい。まあ、物を買うだけでしたらね、Amazon のギフト券っていうのもね、全然、還元率もいいですし、いいですよね。もう手数料もなしできるってことなんで、ね、っていうような感じになってます。まあ、詳しくは、ね、ヘルプとか見てもらったらいいのかなと思いますけど、で、まあね、カラクリのところの話をするとね、その10ポイントっていうのがワード出てまして、間違って出ちゃったか、こんな感じで予想スコアっていうのは出てきます。ですね、今後のね、ところでは、さすがに10ポイントってことはなさそうかなってことですね。一応744から2434っていう風に入ってくるよっていう予定なので、まあ、うちのね、再生見てもらったら分かりました。10再生とかいくかいかないかなっていうね、動画がずっと続いてますけど、でもね、これくらいはね、入ってくる予想になってるんで、ありがたいですよね。まあ、言うて結構大きいですよ、これね。うん、確かにこれでね、正規を立てようとすると、非常に大変な数字ではありますけど、無事みたいにね、仕事をしながらね、やっておってね、でね、ちょっとね、足しにしてね、ちょっと旅行の足しにしたりとかね、動画の企画のね、その旅費の足しに、無事みたいに出かける人やとね、させてもらったりとかっていうのはありがたいですね。ということでね、こんな感じで、まあ、一応伸びてます。で、いろいろ、貢献作品、どれくらいの、どの作品がどういう風にして貢献しますよっていうのを見てます。やっぱし、短い動画の方が受けてるのかなっていう傾向ある感じがしますけどね。なるほどな、ということでございますね。まあ、こんな感じで見れます。で、ドロッということですね。まあ、ですのでね、まあ、うちのところの場合はね、こんな感じになってます。まあ、また8月になってね、どこら辺まで公開していいのかね、いまいちちょっとよくわかってないんでね、まあそこら辺ちょっと探り探りにはなるんですけどね、またいろいろと報告で、できていけたらなと思っております。まあこんな感じでね、手軽にできますね。まあ結構ニコニコあるじゃないかなという、感じはしてますね。うん。で、なんだったっけ。あれ、画面固まった。っていう感じでね、まあ、ニコニコさんの方も、できますよというので、まあ、周辺はね、完全に出落ちではありましたけど、まあ、今後はね、もうちょっとね、稼げるような感じでね、できたらなと思ってますしね。で、まあ、変な話、うちみたいなこんなね、クソコンテンツね、もうだって、この前も、何の動画だったっけ、ビーガンの動画だったっけな、タグをね、視聴者さんがね、貼ってくれてね、うっぷ主は面白いと思ってたシリーズっていうね、いや、見事に払いてましたけどね、まあ、俺は何とも言えんな、何とも言えんっていうか、まあ、だよなっていう
いうのとかね、あのあたりで、ね、タグっていうのもね、あの多分 YouTube のだとちょっとピンとこないと思いますけど、ニコ動の場合はタグってね、うちのところね面白いだろうってね、タグをねポンと貼ってね、出すわけですけどね、自意識過剰とかね、書かれたりとかね、タグでねコテンパンにやられる、よくあるパターンなんですよ。ここにこういうのとかね上げてるとね、コテンパンにね、タグとかコメントに書かれる、まあでも書かれた書かれたでね、YouTube のコメントでも辛辣な来ますからね、分かっております。伊達にニコニコの方は十何年もやってません。散々ひどいコメント、古いね動画なんて見てもらったらね、もうねニコニコ動画でね、キモオタ認定されてますからね、お任せください。もうニコニコで、キモオタって言われたら、俺はキモオタだと、自信持って言えますからね。まあ、やっぱね、視聴者さんもね、手軽にね、絡んでね、できるというところもあるです。まあ、YouTube は YouTube の良さがありますからね、コメントとかもね、やっぱりちょっと、そのコメントの質っていうのが全然変わってきますんでね、そこのところとかはね、YouTube は YouTube でまたね、ちょっといろいろと、いただいたコメントを参考にさせていただいたりとかね、しながらね、いろいろとやっていけたらなと思ってますんでね、どっちかというとこれからコンテンツとしても、やっぱりね、YouTube とニコ動だと受けるコンテンツと違うわけですよね。ですので、まあ、ニコ動向けのコンテンツよりのやつとかね、YouTube 向けのコンテンツとか、ちょっとね、言い混じるような感じにはなるかもしれませんけどね、そもそもどっちのコンテンツにも当たっててからこんなチャンネル、こんなんになってんだろうと、いうことでございますんでね、気にせずドカドカと開けていきたいと思います。こんな動画でもいいよと思っていただいたらね、YouTube の場合はね高評価チャンネル登録、コメントね、ニコニコ動画さんの場合は、コメント、いいねボタンとかね、あとは、フォローで、青い星マークですね押してもらったりしたらいいんじゃないかなというわけでございます。一応コミュニティもねありますんでね、ニコニコのコミュニティの方も登録していただけることになります。あ、もちろん広告売ってもらったり貢献ボタンでね、見つぎ物、ポイント見ついでもらっても全然ええんやでということでね、どうぞよろしくお願いいたします。こんなグダグダした動画撮ってるやつに誰か貢献してくれんねんってな、まあとかよしよでこれくらいで示させていただきたいと思います。こんな感じでね、ちょっとすいません、今ね口の中切ってるんでね、収まってからねおしゃべり動画撮ろうかなと思ってたら、ね、全然最近しゃべり動画が撮れてなくて本当申し訳ないですけど、口内炎とかじゃなくて完全に口の中カシャッと切っちゃってね、血がドバドバドバッと出てきてちょっとえらいことになって、それがの気づかない引いてないもんね、まあまあ痛いまあまあなんでね、ちょっとこの辺りとかもね、抑えながら、ちょっと、こう、こう通ったら、ちょっと、外時動画とかも滑舌が一気にも増して悪くなっちゃって、ね、申し訳ないかなってことも思いながらなんですけど、またね、ちょっとやっていきたいな、いろいろとやっていきたいなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。最後が長いねんって言ってね。では、そこでぐらい締めようかな。いくらなんでも締めようかな。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。なんかね、最後締めるの下手なのにね、何なんだろうね、なんか最後にグダグダって喋るよね、同じことずっと無限ループで言ってるだけな気がするんだけど、だから今締めた、